1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4。 あここってステップどっちだっけ。ん、左だったかな。こっちから見てだから、カレンからだと右ね。そっか、じゃあもう一回頭からお願い。小さく前ならえのとこから。うん、カレン大丈夫か。さっきから結構踊ってるけど。大丈夫だって、治ったらもう。わかったわかった、じゃあ流すぞ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト。小さく前ならえ、詰め込んだ気持ちが、前にも後ろにも、ほらは。あ、カレン、大丈夫か？ごめん、ちょっと足がもつれて。もう、やっぱり少しくらい休もうぜ。カレンたら体力ないんだからさ。わかった。けど、私が体力ないからって、あんまり手加減しないでよね。そんなことはしないけど、休憩しないのはダメだ。はーい。なおはいいよね。ダンス上手くてさ。いやいや、そんなことはないけど。でも、このエボレボ、いい曲だよね。踊ってると歌いたくなるし。出来たてエボリュー、レボリュー、ジェネレーション。はじめまして。お、お待たせー。聞いてよ、シブリン、ちょっと。あれー、ここじゃなかったかなー。どうもー。おはようございます。おはようございます。あー、はい、おはようございます。なおちゃんと、カレンちゃん？シブリン、いない、よね、見た感じ。見てませんけど。そっか、おかしいな、ははは。二人は？自主練？はい。私たちも、仲間って言ってもらえたから。そうなんです。自分たちでできることをしようって。そっか。それで、私たちがこの間言ったこと。はい。私たちも力になれるようにダンスレッスンしてたんです。なるほど。お、ミコ姉の曲とかで？そうです。先輩の皆さんの曲とかも。そう、だけど、まだあんまりうまく踊れなくて。とにかく、まだ自分たちの曲がないから、皆さんの曲で練習してるんです。そっか。私たちも、ミカ姉の曲を踊ったりしたな。ミオさんたちも、そんなことがあったんですか？先輩は最初からステージの上の人だと思ってた。いやいやいや、そんなことはないって。最初はバックダンサーとかやらせてもらって、いろいろ教えてもらったんだ。 CD デビューする前にですか？うん、そうそう。その頃の話聞かせてくれませんか？私たちもデビューできるかはわからないけど、舞踏会のために何かしたいんです。お願いします。ああ、でも時間とか大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。おー、でもここじゃなんだから休憩スペースに行こっか。はい。二人は何飲む？スポーツドリンクとか？私コーラがいいな。コーラコーラ、炭酸はやめときなって。エナドリかスタドリをお願いできますか？オッケー、ミオ先輩がおごってあげよう。え、そんな悪いよ。いいからいいから、先輩ってのはおごってあげるものなのですよ。カリスマ先輩もそれはそれは。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。二人はまだ駆け出しなんだよね。そもそもなんでアイドルになったの？私は、もともと子供の頃から体が弱くって、入院がちで。だから、テレビで見るアイドルに憧れてたんです。へえ、そうなんだ。今は病気とかはないんですけど、体力がなくって。
走り込みしないとな。だって走るのってちょっと面倒いし。お、泣き言とか言っちゃう？言わないし。おお、カレンは負けず嫌いだもんな。なるほどね。確かに走り込みとか基礎レッスンとか大事だけど地味だよね。やらなきゃとは思ってるんですけど。うんうん、頑張ろ。じゃあなおちゃんはなんでアイドルになったの？私はスカウトされて、まあなんとなくっていうか、はい、フリフリのアイドル衣装とか好きなくせに。な、恥ずかしいからそういうのバラすなよ。なおはこう見えてテレ屋さんなの。普段はツンツンしてるように見えるんですけど、可愛いところあるでしょ。もう、あるある。シブリンなんかも普段はツンとしてるくせにちょこっと可愛いところが見えたりするんだよね。いやー、しかし二人ともアイドルにかける熱意はたっぷりって感じだね。はい、だから早く CD デビューしたかったんだけど、うまくいかないね。そうだな。大丈夫だって。あ、いや、そんな簡単な言葉で励ませるほど楽観的にはなれないかもしれないけど。そんな、ありがとうございます。私たちシンデレラプロジェクトのメンバーだって、最初はみんなデビューできるかわからなくて、不安でプロデューサーを困らせちゃったりしてさ。でも、最後はみんなちゃんとステージに立てたんだもん。二人もステージに立ちたいって強く思っていれば大丈夫だよ。そっか。みんな駆け出しの時期はあるんだ。よーし、カレン、頑張ろうな。うん。いやー、なんか二人のことちょっと知れてよかったよ。部署が違ってなかったらもっと早くからいろいろやりたかったくらい。そう言ってもらえると嬉しいです。なんか照れるな。よーし、二人とももっと親睦を深めようか。え、親睦？親睦って？ほら、なんかお腹空かない？ご飯でも食べに行きたいなーって。うーん、じゃあ私ハンバーガーがいい。お、ファストフードなんかでいいのかい？はい。こーら、カレン、あんまりそういうのばっかり食べるとだな。なおちゃんは行かない？え、行きますけど。じゃあ早く支度しよう。レッスン着から着替えなくちゃ。ちょっとカレン、動くのが早い。だってお腹空いてたんだもん。おう、善は急げって言うしね。じゃあ着替えてくるから、ちょっと待っててください。すぐに行きますから。はいはい。ちょっとカレン、待ってよ。これから一緒に何か楽しいことができたらいいな。よっと。そういや、何か忘れてる気がするけど、まあいっか。